はい、こちら上野養魚場さんの昭和、2歳メスでサイズが51センチです。お願いします。はい、この鯉ですけども、まずまあ毎回まずって言ってますけど本当にこう柄が派手で、うちの中でもこう2歳で泳いでてすごくこうなんかこう目立つ鯉なんですね。で、まだやっぱり2歳ということで、ちょっと墨の方がどうしてもこう決まりきれてないというかできてないところがあるので、まあそこがまたこう起きてきて変化していくっていうのもまあやっぱり2歳ぐらいの楽しみなのかなとは思うんですけども、で、ベニスなんかもこれこう結構細かい柄なんですけど、その細かいの一個一個もしっかり紅もいい感じですし、もうちょっとですね、これからまた大きくしていけばこう面白い鯉に育ってくれないかなと、まあ、期待している鯉の一本ですね。はい、肌も非常にいい鯉ですね、この鯉は。そうですね、白地がよくて、これなんかは系統なんかの、まあ、系統って言うともあれですけど、その親なんかは、以前その、まあ、大方さんの名前で2本ノミネート、全日本でノミネートされたことがあるんですけど、それと、もう本当に兄弟鯉が親鯉なんですよね。で、やっぱりあの系統がすごいこう、やっぱり質が良かったんで、その鯉にもそういう質のいいところがこう、引き継いでるんじゃないかなとは思いますね。はい。はい、それでは横の方もお願いします。はい、はい、大丈夫ですかね、今まで。はい、すごく白地は本当びっくりするぐらい綺麗な鯉ですね。まだねこの時期なので少し細身ですけれども、そうですね、これからね肉をつけてくれると、またこう魅力がどんどん増してくれる昭和になってくれるんじゃないでしょうか。そうですね、体も本当スラッと長いですし、こう伸びてくれればですね、肉はもうそれからついてくると思うので、楽しみな鯉だと思います。はい、本当にこれぐらいは楽しみな昭和という感じですね。そうですね、はい、それではアップしたいと思います。はい、どうでしょうか。本当に頭の先まで白地が目立つというか、そうですね、やっぱり今年2歳の鯉は全体的に結構肌なんかとかは良かったですね、やっぱり。じゃあ期待している春ですね。はい、はい、いかがでしょうか。こちら上野養魚場さんの昭和2歳メス、サイズが51センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。